そうそう、中身は太ってるかも、宇宙人だよ。ちょっと今本音が出ちゃいましたね。宇宙人だよ。でもさ、2人結構収録前とかも食べてますよね。うん、まあまあ食べるよね。うん、まあまあまあ食べますね。でも頑張りますよ。サウロのお兄さんがみたいなあの方たちがいる限り頑張ります。はい、はい、じゃあシュプリームさん、レイナちゃん、そろそろかゆみさんをやってよ。だからやらないって言ってんでしょ。間違えた、ニーナちゃんや。間違わないで、かよです。はい、すごいですね。はい、次、日本高松マリーさん、ほっぺたがふっくらしてるから顔ヨガの本買った。顔ヨガってなんだろう。あ、顔の、顔痩せのヨガ。あ、そういうのもあるんですね。ありますよ、顔ヨガ。顔の筋肉鍛えたら、うん、あの表情が豊かになるみたいですよ。ああ、だから金ちゃんいつもあれなんだ。豊かなんだね。うん、そう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 。はい、金ちゃん、金ちゃん、ちょっと話し続ける努力しましょうね。じゃあ起きてる。はい、あつおさん、夏はビールで太るから炭酸水よね。ああ、そういう感じでもいいですね。何、炭酸水はそんなダイエット的な効果があるんですか。あ、太らないみたいですよ。あ、そうなの。だから俺太らんのかな。ミッチは結構、俺毎日多分1リットルは炭酸水飲むと思う。へ、うん、コーラとかそういう甘いのが入ってなくて、もう本当に炭酸水、炭酸水しか飲みません。体にいいみたいですよ。あ、そうなんだ、うん、なんかさ、炭酸水はやっぱり二酸化炭素がある、何入ってるからシュワシュワしてるんだけど、あれじゃん、肌とかに、肌にもいいらしいよ。ダイエットもそうだけど、うん、活性化させるんだって。毛細血管パチ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 ってやるじゃん、うん、あれが毛細血管をちょっとマッサージして血行も良くするらしいですよ。じゃあ俺、すごい体いいんだはずね。健康健康、本当思ってる？俺ミッチー、あ、え、知ってるよ。はい、サウロ兄さん、ニーナさんのモノマネいいかも。あ、どうもありがとう。今日これで行くんだろうな。1時間レイナちゃんのモノマネは田中角栄にも似てた。え、田中角栄さん、あ、ちょっとご存じないです。嘘だろ、嘘だろ。おい、大スターやぞ。誰、面白いこれ。申し訳ございません。田中角栄。田中角栄、え、総理でしょ。あ、俺違う人と思ってた。あ、総理大臣さん。え、こんな感じなんだ。ちょっとよく、はい、分かりません。じゃあ、銀のおたるさん、はい、皆さんのお名前は高森さんと歳三さんとお市の方と和紙姫。熱姫。4人揃ってレモンケーキというのですね。ふむふむ。いやいや、意味からないです。どういうことか分からない。 CM 中のね、誰が、僕らの自己紹介を。じゃあ銀のおたるさん多分 2V してるから。そうそう、銀のおたるさんね。そうですね、今 2V ですよ、まさかの 2V。 10時 2V。 はい、ギワさん、今度ニーナラジオカーで見かけたら声かけてから一緒に写真撮りたい。大丈夫ね。もちろんですよ。ぜひいろんなところでラジオカーでね、巡ってるので、よく写しますよ。あのリスナーさんとか、ありがたいですよ。勇気出して頑張ってくださいね。いいな、いいな。けどあれだよね、簡単なし、こっち来たら写せるよね。そうですよ、そうですよ。こっちに来てください、うん、皆さん。漏れなく3人もついてきます。はい、みんな4人で、どうですか。まあもちろん僕ら野郎どもはね、写真写してくれてる。写すタイプだからね。カメラマンになりますから。そう、多分写すの上手だよね。もう、みんなと金ちゃんだけで、ね。何回撮ったからね。角度いい感じ。じゃあそして、ギマさん続きまして、レイナ、モノマネ上手だね。びっくり。ありがとう。誰ですか。わかんない。さあ、高田組ファンさんからですね。皆さんこんばんは。私のこと覚えてますか。久しぶりに来たぜ。カーユーって誰やということで来ていますが、高田組ファンさん久しぶりだね。ライバルじゃん、高田組ファンからしたら、ね、そうだよ。まさきかゆみと高田組はライバルですよ、あなたたち二人。勝手にガチャガチャさせないで。なんか似てる。じゃあ一回金ちゃん高田組の真似して、うん、ニーナとバトってくれよ。レディーファイト。高田組でーす。浜崎かゆみでーす。え、今日私のライブなんだけど
あ、でも私の方が先にデビューしてるからマジファンこっちが多いから。ドドスコスコスコラブ注入酒注入って言えよ。集中がつかないやつをやるなよマジやんな。しかも、はい、じゃあ、はい、気を取り直せ。はい、高座組ファンさんの何俳優って誰やっていうことなんですけど、うん、浜崎かゆみさんっていうリスナーさんがいるので、その方の話題で耳にみんな盛り上がってました、はい、じゃんじゃん、はい、はい、次サウロー兄さん、はい、今さっきおばあにダイエットしたことあるって聞いたら、ところジョージが好きって意味のわからないことを言ってきたダイエットが多分誰かに聞こえたんでしょうね。誰が好きってか、ダイエットしたことある、ダイエットしたことはあるみたいな。ところジョージが好きさ、やっぱところジョージにはいかないな。なんて聞こえたの、さすがノブオバエさん、すごいな。はいはいはい、ということで、はい、今日のテーマはダイエットでお送りしています。はい、野中の銀のおたるさんから来てます。ドラゴンアイズの皆さん、たっちゃん、みっちー、れいな、にーな、名前覚えてくれたね、やっと。ありがとう。なんかついにじゃない、ついにな。今夜もお疲れ様でしたって。おはようございます、あと30分あるかな、ありますよ、起きてください。はい、そして最後かな、これシュプリームさんです。速報、かゆは AKB 総選挙に出場するために会場近くのファミリーマート豊崎入り口店でアルバイトをなう。マジでかゆさんってあのリスナーさんの話だよね、これ。知り合いじゃないんじゃないの。あ、これ、嘘？しかも AKB 選挙な。今週末。もう今週末ね、ありますよね。浜崎って言ってて。すごい話ひっくるめたね。なんかもう、すごいね、ごちゃごちゃ。はい、ということで今日のテーマはダイエットですよ、皆さん。はい。はい、そして今回も曲紹介したいと思います。今回はこちら。HY でデブと言われて。いいね。新コーナーじゃあ言われてパスするね、okay. 5分間だけね、新コーナーは、うん、面白かったら続きますからね、うん、今夜はいい曲だね、めっちゃいい曲、やばい。デブと言われて、2人はさ、女子たちはどっちが腕相撲強いの？腕相撲？腕相撲はさ、そんなこだわったことないわ。なんで腕相撲？筋肉？あー、うん？筋肉？左利きの人は左やったことない。もうおばあ、いびきかいてるってよ。ところジョージって言ったから寝たらわけ。寝言かもしれない。寝言かもしれない。おばあ、見てみたいな。俺の印象をしていい？痩せブスになって、沖縄のお箸わかる？赤い上、赤と黄色のあれをかんざし代わりにしてる。ああ、おばちゃんいますよね、たまに。私は逆にそんな髪伸びてなくてめっちゃパーマ、パーマでショート。ああ。じゃあ待ってよ、じゃあ次たっちゃん。見た目が17歳。あ、すごいよ、見た目よ。はい、次きっちゃん、着ぐるみ着てる。すごい面白い。着ぐるみ着てない。着てる。なんかヤンキーが着るような着ぐるみ着てた。チキンちゃん昔着てたよね。何のなんだろう。ピカチュウ。チキンちゃんってもしかして宇宙人で元やん。かっこいい。宇宙人。宇宙でヤンキーしてたの。そうそう。ニーナさんが当たってる短髪。イエーイ。本当？じゃあ。ふっくらしてる方かな、おばあといえば黒髪、え、黒髪なんだ、黒髪なんだ、じゃあまだ白が生えてないね、もずくいっぱい食べてんだね。もずくってなんだっけ、方言で、すい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 、なんでニーナさんわかんない、へしきはもずく、有名よかつ、はい、そうそう、開けます、細身新コーナー、SE からお願いします。
この番組は未来へつなぐ安心をお手伝い、株式会社ジャストリホーム、手打ち麺自家製生麺のちょうでーごわ、かわいいがたくさん詰まったフォトウェディングのメイリーブライド、お酒を飲むすべての世界へ、琉球酒豪伝説の有限会社しもじの提供でお送りいたします。続いては新コーナー、エブリダイフールー。はいはい、このコーナーはフィクションです。実在の人物や団体などとは関係ありません。このコーナーでは皆さんバシバシ嘘をついてってください。僕たちは絶対に疑いません。その嘘に乗っかってバンバントークしていくというそのコーナー、その名もエブリデイフールです。ということでですね、新コーナーだ、新コーナーです。我々新コーナーやってきた。ドラゴンアイズもね、ようやく10年目を迎えまして久しぶりの10年ぶりの新コーナーですよ。すごい、やっと来た。やっと来たね、うん。じゃあ何、手っ取り早く言うと、うん、嘘つけばいいってこと？そう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 。え、ど一回試しにどういう感じか例題を見せてほしいんだけど。どっちがいたら大丈夫。あ、なんか、いいな。何何？俺さ、うん、今ババ漏らした。何漏らした？ババ漏らした。ババを漏らした。ババ。ババ。ババって何？ババって何？え、大阪の方言でうんこ。え、そういうコーナー？それはちょっとやめよ。何それ？うん、まあまあ。超わかんない。もうちょい例題わかりやすいやつがいいな。もっとガンガン続けていきましょう。要は、しんちゃんも。嘘で物語を綴っていくみたいな感じ、うん、そうです、そうです。リスナーさんも参加してくるってこと？もちろんです。じゃあそんな、一発めっちゃやぜ。はい。俺さ、ルートビアをさ、一気飲みしてもゲップ出ねえ。ちっちゃいな、嘘。あ、でも、嘘。嘘嘘さ、ゲップするじゃん。待って、これ盛り上がんねえな。ワイルドだろ。ワイルドだけどさ。すごい難しいコーナーだな。ルートビアを一気飲みできることがすげえだろ。あ、こんな感じ？こんな感じ。もうちょっと違うから。じゃあ、金ちゃん、じゃあ、お便りが。どうぞ。お便りが届いてるから、読んでください。はい。金ちゃんです。金ちゃんに、銀ちゃんになりたかったんだけど、銀ちゃんに、間違った難しい。絶対嘘。なんだこのコーナー。嘘。お便り、我々がもう分かってないね。で、たっちゃん行こうか、じゃあ。たっちゃんが行こうよ。うん。あ、だってさっき言った感じよ。ああ。まあ、10年目だよね、みたいな。あ、そういう始まって。続けていっちゃう感じだね、うん。嘘っていうのは忘れましょう。そう。一回。あ、じゃあ分かった。私さ、あれなんだよ、じゃあ。髪さ、今、カツラ、ウィッグ。嘘？え？そう。マジで？そのウィッグどこで買ったん？ 3 円。はっしー。え、それってもしかしてエディ使える？あ、うん、現金。マジか。うん。金ちゃん。はい。ジンゴア借りてみよう。ジンゴアは、おばあが持ってる。嘘いや、嘘って言ったらダメですから。ああ、そうだろ。嘘って言ったら負けだから。ああ、嘘って言ったら負けね。負け。ああ、待って、お前ら嘘下手すぎない？違う、これ練習。練習だよな。本気する、うん、本気だぞ、本気。実は男なんだ。あ、男なの？なんで今まで隠してたの？そうなの？一応男と思ってたけど。この、お家帰ったら一回、体にジップがあって。ジップがあってYKK? YKK タイプ YKK AP じゃないけど、ジップを開いたら、うん、男の子なんだ。すっげーさあ、ここでメッセージです。シュプリームさんからです。ツッコミにくい。いや、そんなことないよ。だけど、長めに乗ったサウロ兄さん。来てますね。こんな感じだよ、こんな感じ。こんな感じ、こんな感じ。カール・ルイスに、か結構勝ったよ。おぉ、すごい、すごい、あったのかな。カール・ルイス、カールのおじさん、世界で一番速いカール・ルイスのあの選手にかけっこでサウロお兄さんは勝った。どこ走ったかが気になります。しかも、サウロお兄さん、島津降り出したって。すげー、かっこいい。すっごい。ヤンバルスパイクじゃん。ヤンバルスパイクで。あ、そんな感じね。そう。こういうのを言いたかった。普通の番組っぽく行きましょう。そうそうそう。番組っぽくで。うん、さっきまでみんな棒読みだったからさ。じゃあ、そろそろ本気出すぜ。うん。
俺よ、うん、実はさ、直ターンになるのが夢。三振？うん。直ターン、直ターンってなんだっけ？三振。三振、エイサーで歌歌ってる人よりさ、三振弾きながら。え、ほんとっぽくないそれ、なんか。リアルス、普通。まあ、じゃあ、次、シュプリームさんからです。レイナの可愛いほっぺには、どんぐりが20個とゆで卵が入ってるんだよ。そうそうそう。そうそうそう。そのほっぺたのどんぐりをね、こうやってバンビカしたらね、口の中から血が出てくるんだよ。鼻からも血が出るよ。途中までめっちゃファンシーなのにさ、血出るんだ。さ、そんな感じですかね。そんな感じ。サロリーさん、カールルイスにかけっこ勝ったよ。ごめん、鉄下手だった。あ、すっごい。じゃあ、途中はさ、筋トレしてる途中だったんだろうね。筋トレして、いきなり走ってきたから、走って、勝っちゃった。ルイス勝負するってやったら、多分やったんだろうね。サンティー掛けや。サンティー掛け、よくやった。すごい、まあ、コーナー始まっちゃったなって思うんですけど、これでじゃあ、締めていいですか？野の中の銀のホタルさんからです。おはようござります。レモンケーキの皆さん。戻ってるよ、戻ってるよ。高森さん、としぞうさん、おいちさん、あつひめさん、今夜も時間まで、こんばって。はい、というわけで、高森でーす。乗らんかい？としぞうでーす。おいちでーす。あつひめでーす。あつひめおかしいだろ。あつひめのライブ聞いてみて。あつひめのライブいいな。よかったな。いやささ。はいいよ。あ、直談も来るよ。おっと、ここで速報がありました。シュプリームさん、琉球村のチョンダラは僕だよ。間違いよ。あ、はい、違う、に乗ってるやつ。待って待って待って、シュプリームさん、ゆく市場、琉球村のチョンダラは僕ですからね。いや、なんで貼ってるんですか。譲ってくださいよ。そういう嘘はもう。あれでも2人いるよね。あれ、ちょっと、あ、2人いる。お隣さんじゃないの、シュプリームさんと。はい、ということで、この何なんていうコーナーこれ。エブリデイフール。もうちょっとさ、いつもみたいにやってほしかった。俺は、俺もそれを求めてた、うん、だけど力が入っちゃって、ちょっと息見すぎて、切れちゃったんだよ。切れて、いつも通り番組を進めるけど、うんうん、嘘ついてもいいんだよってコーナーでした。そう、ずっと俺嘘で話を語るのかなと思ってた。3億円当たったけど何に使ったらいいとか、まあ、じゃあちょっと次回からそういう感じでテーマ設けてもいいかもしれないですね、うん、彼女10人ぐらいいるんだけどって。はい、まあそんな感じで、嘘つきフールの時間でした。はい、というわけで一旦 CM 行くよ。行きたい。行き、カッツ。というわけで CM です。なんじゃこのコーナー。コーナーがやばくない。ちょっと後でち、はい、ちゃんとし、決めました。俺あれがいいな。もうでも終わっちゃうからさ、あと3、4分ぐらい。これがいい。今日は私はケインさん、エイジャットドライズフールで合ってる？ん？ドラアイフール。これでもいいよ。これ本当これこれで、じゃあタッチャンに言ってもらうか、これ。これどれ、これ一回、あ、一回消し、もう一回消して、見える？いや、これ、待ってよ待ってよ。はい、というわけでドラゴンダイバード決まりました。決まりました。決まったぜ。ドライヒュームですぞ。パフュームっぽくねって。ドーライ。H だとドライアイフューム。ドライフュームって何だろう。ドラゴンアイス。フュームって日本語何？フューム分からんな。パフューム、パフュームは分かるけど。パフュームってどういう意味？香水。じゃあ俺これなら分かるよ。バキューム。バキューム。キーちゃん分かる？バキューム。もう番組終わりね、寂しいなって。え？そうよ。あ、わかった。掃除機。あっという間。ええー。バキューム。
機会になっちゃった。待って、野の中の銀のホタルさんが的確だよ。そういうミーティングしてリハーサルしてから新コーナー始めよ。5分前に決めちゃった。サウロお兄さん、ごもっともです。みんなちゃんとミーティングしてしよう。はい、3秒前です。はい。FM ギノワンよりドラゴンアイズ生放送でお送りしています。ということで今日のテーマはダイエット、ダイエットはい、ということでたくさんのメッセージありがとうございました。途中謎の新コーナーを入れてみたんですけれども、はい、面白かったでしょ。面白かったですよ。いやあれは1周年か、今2周年でしょ。続々とリスナーの皆さんがね、ミーティングやってますかという感じで、思った以上にあのリスナーさんに嘘つきがいなかった、ね、そうだよね。みんな正直だったからね。リスナーさんの頼りだったのにね難しかったですよね、この振りすいませんでした、はいね、ということで今日のテーマがなんだ、ダイエッツだったので、うん、今日一番輝いた、もう発表します、うん、あ、行っちゃいます、もう行っちゃいますか。今日もうこの方にしたよね。はい、決まりました。決まりましたよ。今日の一番輝いていたコメントをくれたのはこの方です。サウロのお兄さん、昇竜拳突破戦風格に決定です。アドリブ入った、アドリブすごい、アドリブ入ったよ。しかも竜巻旋風客じゃない、え、なんて言った俺、竜巻旋風拳どっちでもいいかな、かな嘘でしょ、著作権があるから。はしゃ、まあそう、昇竜拳にしました。竜巻旋風客、波動拳。もうね、これでもう全てのダイエットの話題は吹き飛ばしました。そう、今日のテーマは、ダイエットで、ドラゴンダイブアワードが、昇竜拳。さあ、そんな、サウロお兄さんから。皆さん、すみません、すみません。いいんですよ。はい、そしてここで、みんなへのお願い、キマさん、ニーナ、レイナ、ツイキャス越しで手振ってるよ、ニーナ、レイナ、ツイキャス越しに手振ってあげて。バイバーイハローなんか可愛いですね。はい、ということで、コウタクミファンさんから、ストリートファイターかな。二人は、ストリートファイター知ってますか、女性陣は。ストリートファイター、ゲーム、ゲーム。あ、知らなかったか、俺のツッコミが分からなかったんだ。そう、分かんない、ゲームとか基本。あ、うっす、まさってきたこのツッコミだってよ。いや、分かんないからね。そうそうそう。もしかしたら、チュンリーとかその辺のやつ。その辺の。じゃあ、例えば、シャネルをジャネルって言われたらどう思う？あ、マジ邪道だわ。そんな感じ。なるほどね。そうなのね。はい、ということで、もう梅雨なので、皆さん、うん、雨で、結構、何、洗濯物も、乾かないで嫌な思いしてるとは思いますが、ね、もうそろそろ開けますからね。そろそろ体変えないとね。まあ、そっちも、はい、それもそうですし。けどあれだよね、ダムの貯水率が12月ぶりに。12月ぶり？あ、上がったんだ。でもいいことだよね。そう。雨は恵みの雨ですからね。もう少しで開けますよ。夏も始まります。はい、そしてエンディングの時間がやってきてしまいました、今週も最後まで聞いてくれてありがとうございます。また来週この時間にお会いしましょう。お相手はニーナとミチとレイナと達也でした。この番組は未来へつなぐ安心をお手伝い、株式会社ジャストリホーム、手打ち麺、自家製生麺の超デーゴア、可愛いがたくさん詰まったフォトウェディングのメイリーブライド、お酒を飲むすべての世界へ、琉球酒豪伝説の有限会社しもじの提供でお送りいたしました。小さな南の島から始まる声を通してつながる世界、合言葉は皆さんで、せーの、ドラゴンアイス。まだ来週お会いしましょう。 See you。久しぶりに聞いた。ドラゴンアイス、ドラゴンアイス、ドラゴンアイス、バイバイ。すごい元気。
お疲れ様でした。また来週ね。レイナちゃん、その他の皆さん、お疲れ様でした。レイナちゃんだけ謎しでも。来週もエブリデイフールが続く。楽しみに。あ、続くかな、これ。続くかな。それは、お楽しみに。ミーティング、ミーティング。ミーティング。なんで、あ、ドラゴンアイズ。あ、すごい。漢字で、の中の芸能大さん。名護は雨降ってるかな、今日は。はっ、名護最近荒れてなかった。竜巻。注意報。注意報。注意報。沖縄市も。沖縄市もなんだ。合言葉はドラム缶。あ、みんなすごいじゃん。